こんにちは。こんにちは。小原田水佐です。小原田ひろみです。イルカの時間です。昨日金婚の会ね、埼玉。そうです。あげようだな。あげよう行ってました。埼玉金婚の会、ね。うん。あれは3ヶ月に1回か4ヶ月に1回か。うん、そのぐらいかな。まあ、お忙しい柴田先生お忙しくて、うん、柴田先生のご都合がつくときっていうか、ね、不定期なんだけどね。そうだね。うん。うん、まああのあげようのね。うん。あの子たち、うん、あゆみ先生のところね、あゆみ先生のところのね、うん、もうあの子たちも大きくなったね。いやだからさ、今朝京都も話してたんだけどさ、うん、ねえ、なんか制服、中学校の制服姿で来たりとかさ、うん、ママの背をの抜かしちゃったりとかさ、うん、なんかそういうの見るとさ、もう本当親戚のおばちゃん感覚だよね、うん、あったのは小学校の時だから。まだそう、まだな、小学校のさ3年とか4年とかその辺ぐらいでしょう、うんうん、そう、それがさ、もうね、うん、中学生、高校生、うん、な、うん、うん、いやすごいね。だけどさ、うん、まああのね、ダウン症だったり、うん、ね、自閉症だったり、うん、するわけだけどさ、うん、ああいう場所に連れてきてもらってさ、うん、ね、柴田先生に通訳してもらって、うん、ね、それをあゆみ先生がフェイスブックに載せたり、うん、写真したり、うん、してくれるんだからさ、うん、あいつらは幸せだよな。そうね。なんだろう、こう私たちもさ、そういう子たちに会って幸せをもらってるしさ、あの子たちもまたそういういろんなね、交流の中でより幸せ感っていうかさ、高めてくれてると思うんだよね。そうなんだよね、うん、だからなかなかさ、うん、自分をうまく表現できずにさ、うんうん、まあ、もどかしい思いをしてる、うん、それを、まあ、柴田先生が通訳してくれることでさ、うん、そういうこうストレスというかね、うん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 、まあ、やっぱり親との間でもさ、うん、うまく意思疎通ができなかったりということもあると思うんだよね。それはあるよ。なんでそういうのがさ、こう解消していく、うんうん、それで両方ともね、うん、子供にとっても親にとってもさ、うん、すごいこうスッキリする部分があるんだろうな、うんうんうん、あると思う、絶対あると思う、うん、だからいろいろとね、まあ、彼ら、やっぱり我々とこう違う世界を見たり聞いたり体験したり、うん、してるわけよ、うんうんうん、な、うんうん、でそれをさ、いわゆる、まあ、標準的な人間にとっては分からない世界でもあったりするわけだからさ、うんうんな、うんうん、だからそれをどう伝えるのかっていうのはすごく彼にとっては難しいことだろうけど、うん、なんだろう、こうさりげなくふっとさ横にさ来てくれたりさ、うん、さりげなくふっと誰かの肩に手を置いたりしてるね、翔平、うん、なんかそうなんだけど、ああいうの見てるとさ、うん、やっぱりこうエネルギーだなと思うのね。そうだよな、何かのエネルギーでその人に横に行ったりとかあるよね、やっぱり寄り添うっていうかさ。だから彼らは詩を書くのは結構上手なんだよね、うんうん、だから物のこう観察力っていうかさ、うん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 、自然の姿を見て感じるところがさ、うん、我々と違うっていうかさ、違う、我々は感じられないことを感じ取ってる、うんうん、それはあるね、なるよな、うんうん、だから本当に中学生ぐらいの子が朝顔とかさ、うんうん、ね、でんでん虫とかさ、うん、まあ一つ螺旋みたいな渦巻きというかさ、うんうん、ね、ああいうのをこういうテーマにして詩を作ってたよな、うんうん、だから朝顔のこう鶴ってね、こうやっぱりそうそうそう支えられて朝顔の鶴が伸びていくっていうところで、うん、そこをテーマにな、テーマっていうか少しポイントになるんだよね。そうだよね、だから、うん、まあ我々って大体さ、うん、物事直線的にこう、教えられるじゃん、うんうん、ね、思考パターン、そうだよ、うん、例えば原因結果の法則じゃないけどさ、うん、こうだからこう、うん、そうそうそう、うん、そういうのは一直線、うん、非常に分かりやすいからさ、うん、まあ、そういうのがこう受け入れられるわけだけど、うん、だけど本当はやっぱり彼らが見てるような、うん、螺旋状に物事は進んでいってる、うん、な、例えば時間だって、何時から何時ね、うん、まっすぐ行ってるんじゃなくって、うん、こう螺旋状に動いてるんじゃないかって、うん、我々が時間の中は螺旋状に動いてるかもしれないし、うん、実はエネルギーは螺旋なんだよね。まあそうだよね、そう、こう螺旋状にこう描きながら、うん、もちろんこう断続的にこう粒子と螺旋っていうね、そうそう、そう、そう、うん、螺旋状に行くっていう、そうだよね、うん、まあ波状っていうのかもしれないし、だから、いろんなこう見方っていうかね、うん、あるんだろうなと思いながら聞いてたの、うんうんうん、で彼らは結構本当に何か真理を見てるんじゃないかなっていうね、本質ついてると思うよきっと、やっぱりそんな気がするんだよね、うん、だからあいつがね、中学校になった男の子がさ、うん、
やんちゃだったんだよ。もう落ち着かなくて走り回ってさ、うん、ねえ、じっとしなかったよな。絶対椅子に座ってらんなかったよね。なあ、うん、もうそんな子だったのがおとなしくなっちゃってさ、うん、ね、静かに座ってるわけよな、うん、で本人が言うのはね、なんか自分じゃないみたいだってね、うんうん、だけどなんかこうね、うん、こじんまりしちゃったってね、うん、うん、自分はこう走り回ってる自分が好きだったんだっていうことも言ってたよな、うんうん、大人になるってこういう寂しいもんなんだっていうふうなさ、うん、ようになんかこう人生哲学的だな、悟りだよ、悟りだよ、うん、なんかね、うんうん、だから本当に我々は考えないことを考えて生きてるから、うん、それを聞くと我々はすごく学びになる、うんうん、確かにそうだよね、うん、って思うしさ、うんうん、なんか一人一人が昨日はすごくね、まあ、人数参加の人数が少なかったせいもあるけど、うん、一人一人がなんかこうすごいいい味を出してるっていうかさ、そうだよね、うんうん、でね、圭一もね、うん、あれ彼もなんかこうこの間金庫の会のシンポジウムでさ、うん、前に座って、ね、前に出てさ、うん、パネラーというかパネリストというか、うん、発表してさ、うん、それからいろんな人に質問されたり、うん、ね、する中でなんかこう自信に満ちてきたな、うんうん、いや彼は頭がいいもんね、いいよね、うん、頭がいいもん、パッパッとこう周りを見ながら、ただの頭のいい、鋭い頭のいいだけじゃないんだよね、うん、こうファッと包みながらもこうサッとそこにめがけていけるっていうかさ、ポイントに、うん、あれはすごいと思うよなあ。でね、昨日は15カ国語ぐらい話せるというさ、うんうんうん、本いただいて、ね、台湾ありがたかったね、すごかった、面白かったね、あ、すごいね、本当、ああいう人がいるってことが、北海道弁でもそう、車でね、ご一緒するときに、うん、北海道弁分かりますかって言ったら、したっけとかさ、うん、出てきてさ、15カ国語プラス北海道弁が喋れるというさそう、これは素晴らしい技術ですよ。そうなんだよね、うん、でね、いや彼が言ってたけど、うん、自分も全然コミュニケーションできなかったって、うん、今あれだけこう異文化コミュニケーションを変えるのテーマで大学で教えたり、うんうんね、うん、講演したりしてるんだよ、うん、だけども自分は何も喋れなかった、できなかった、ね、でいろんなこと分かってて喋りたいんだけど、うん、言葉にならない、うん、出なかったんだって、うん、いうわけよ、うん、だからその通訳してもらってる彼らを見てるとね、うん、まるで自分みたいだ、自分見てるみたいなんだっていうわけよ、うんうんうん、ね、うん、でもなんであるところからこうブレイクスルーっていうかさ、うん、ね、突然こう、うん、パーンと変わっちゃったっていうふうなことをね、うん、おっしゃってたよな、うん、あ、いやでもさ、普通英語、日本人って英語をさ勉強するだけでもひいひい言ってるのにさ、うん、15カ国語喋れてさ、方言も九州の方言もすごかったよね。そうだよね、うんうん、だからそれも何しろある種のさ、うん、ね、障害とも言えるわけだから、逆にね、ね、そうでしょ、うん、やっぱり脳の構造が違うのよ、うん、やっぱさ普通の人と違うことを障害って言うんだったら、うん、障害ある、みんな障害を持ってるの実は、そうそう、全部違うわけだから、あんたと私も違うし、だから、そう、だからある、なんていうの、枠があるわけよ、うんうん、この枠の中で言ったら普通健常としましょう、そうそう、だから大勢の人が入ってる枠を健常として、うんうん、それに基づいて社会が出来上がってるわけよ、うん、だからそこから外れた人たちは、うん、ね、その枠に入らないし、その社会に馴染めないわけだからさ、ね、だから障害者ということで別枠を設けられてしまうわけだ、うん、でも枠があると、その枠本当の際ギリギリっていう人もいるわけだよね、いるいるいる、その人たちの生きづらさとかさ、うん、ね、どっちに、だって全部理解してる、昨日もあったけどね、うん、分かってる、授業も分かってる、うん、全部理解してる、ああ、そうだ、でもテストになった時に点数が取れないって、うん、本人も分かんないわけだよ、そうだよね、なんでなんだろう、その表現ができないってね、そうそうそ う, そ う, そう、分かってるのになぜそのテストの点数には反映されないの、うん、そうで0点取ったら怒られるわけだからさ、うん、じゃあ分かってない子って見ならされる、できないって、分かってるのにな、分かってるのに分かってないこと言われると、こんな理不尽な話じゃなくて、そういうことだよ、うん、なそういうことは、もうあれとあれとかにあるわけよな、うんうん、テストで拾い上げる部分ってごくごく一部であって、うん、ね、たまたまこのテストはこうでしたっていうことなのに、うん、それがもう全てのようにこうレッテル貼られてしまうっていうのは、うん、あれはやっぱり私もおかしいと思うもんね、そうだよね、うん、うん、だから そういうもん、例えばさ、うん、我々が全く見知らぬ国へ行ってさ、うん、ポーンと放り投げられ出された時にさ、うん、言葉も通じないさ、うん、習慣もわからないじゃん、うん、な、うん、だそれと同じようなことだよ、なこっちは
要するに相手から見ればさ、うん、ね、あの世話のかかるやつが来たっていう話になってしまうじゃん、うん、ね、うん、そうでしょ、うんうん、それと同じような状況にある子もいるよな、うん、おかしいね、うん、やっぱり本当おかしいんだよ、その数値化するとかさ、なんとかっていうのは、うん、便利なだけであってさ、そう、この便利なことを採用し続けてる以上、やっぱり大事なことを見落としてしまうよね。そうだよ、だからそういう、そういうものでね、あの評価全部しちゃうからさ、うん、うん、うん、そうだね、うん、いや、まあ、勉強になるね、本当に、まあ考えさせるな、いろんな勉強になります。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。